皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、モーツァルト交響曲第40番、早くも今日で第2楽章最後の解説動画となりました。2回目の今日は繰り返しあと52小節目アフタクトから残り全部を解説していきます。52小節目アフタクトのボーイングはもうシンプルにダウンから弓順で入っていただいて構いません。最初からいきますと、でフォルテになってからも弓順ですね。その次もダウンからの弓順、低線で1で取ります。で次の小節のアスは低線で4で取っていただきたいと思います。で最後のアーゲーのスラーもポジションは変えずに 4-2 とまとめて取っていただきたいと思います。ここで取ることによってその先の68小節目もまとめて取ることができます。アスを4から張り始めて、今取りましたようにこの半音進行のアス、ゲー、フィスを 4-2-1 とまとめて取ることができます。続いて71小節目から3小節間のポジションなんですけれども、基本は移弦して取っていただきたいと思います。で例外として71小節目の最初のゲー、これは開放で取ることができますので、ここに限ってはもう今取りましたようにゲー線1本で取っていただいて構いません。で同じように73小節目の2つ目の D から始まるの DF、これも開放で取っていただいて構いません。でそれ以外は基本は移弦して取っていただきたいと思います。最初からいきますと、このように取っていただきたいと思います。72小節目をもう一度いきますと、 C と F は第一ポジションで 4-1 で、その後 A、C は第3ポジションで同じく 4-1 で、F、A は第1ポジションに戻って 2-1、 このように取っていただきたいと思います。74小節目から再エフに入りますが、冒頭の小節とはフレーズが異なっています。でこの S と G は一つのスラにつながっていますので、ここはアップ一読みで入っていただきたいと思います。でポジションは最初の小節と同じように S を合わせからスタートして2で取って、A を低線で1で取ります。で75小節目は同じようにアップ一読みで弾いた後、最後は B のオクターブをアップアップとします。でポジションはこの B のオクターブを第3第4中間ポジションで D 線と A 線のオクターブで取るようにしてください。78小節目、79小節目のポジションを説明していきます。最初のアスは A 線で2から取りまして、で C をアー線で1で、 S から第2第3の中間ポジションを使ってアスを同じく 4-4 で取っていただきたいと思います。で次の小節もゲーを A 線から1で取って、で B から第2第3の中間ポジションで指番号で言いますと 4-4 とまとめて取っていただきたいと思います。もうちょっと最初からいきますと、このようなポジションとなります。80小節目の2回のスポーズサンドなんですけれども、両方ともダウンダウンで弾いていただいても構わないんですけれども、まあ、ピアノの中のスポーズサンドになりますので、それほど大きな音量は必要ありませんので、シンプルにダウンアップと弾いていただいても構いません。で82小節目アフタクトからまた旋律に入るんですけれども、ここも前回と同様にこの S をできるだけこのアー線で取っていただきたいと思います。で83小節目からのボーイングなんですけれども、ここは最初ダウンから入りまして、 B までをダウンで弾いた後、楽譜上はスラが切れてるんですけれども、ここですと次の小節の声をスラでつないでいただいて、このように最後はダウン一読みで終わっていただきたいと思います。86小節目からのポイントはおさらいしておきますと、
今のようにシンプルにダウンから弓順で弾いていただいても構いませんし、ピアノになったところで逆弓にしてダウンアップアップダウンと弾いていただいても構いません。でその次ですが、 A から始まるスラーはダウンから入ってで D をアップで90小節でも同じ要領で、今のようにダウンアップアップダウンと弾いていただいても構いません。94小節目アークタクトからポジションをおさらいしておきます。で前回も同様に2つのパターンを説明したんですけれども、1本の弦で弾く場合は、このようなポジションとなります。で異弦して取る場合は第5ポジションで1、2、4と取りまして、次のフレーズは S を4からスタートして4、2、4と取る形になります。このどちらかを選択していただきたいと思います。でその後のポイントですが、アークタクトになりますから最初の S をダウンから入りまして、ソーズサンドをダウンで、ピアノになったステニーボンプの杖はアップで、最後98小節目のベイはダウンで終わっていただきたいと思います。99小節目から5小節間のポジションはもうお好みで取っていただいて構わないんですけれども、第2第3の中間ポジションを中心に取る面白い取り方があります。でまずベイを第2ポジションで1からスタートして、でアスはゲーセンで取らずにデーセンに移って、でゲスとまとめて取ります。でその後ベイを再び第2ポジションに戻して1で取るんですけれども、でその後のデスのオクターブをまとめて取ります。で次のこのアスをデーセンで4で、セスをゲーセンで1で取ると、ここまでまとめて取ることができます。で最後のエスのオクターブはこの第3第4の中間ポジションでオクターブをまとめて取ることができます。104小節目からのポジションですが、前の小節を第3第4の中間ポジションと使っていますので、そのままポジションを変えずに、このベーまでを D 線1本で取っていただいても構いませんし、跳躍に余裕がありますので、第1ポジションに戻ってもゲーセン1本で取っていただいても構いません。112小節目113小節目のボーイングはもうダウンアップアップダウン、どちらを使っていただいても構いません。114小節目は次の小節がフォーテの入りになりますので、ここはアップから入っていただきたいと思います。でポジションなんですけれども、第2第3の中間ポジションを使うと、アスまでをまとめて取ることができます。で次のアはもう解放で取っていただいて構いません。で、あとはハーフポジションでまとめて取ることができます。ここまでよろしいでしょうか。120小節目はベイとエスのスラーになりますので、ここは第3第4の中間ポジションを使ってポジションは変えずに移弦して取っていただきたいと。で最後のベイは当然ハーフポジションで、最後は5弦の音域とこの S になりますので、4弦の方はこの S だけをオクターブ上げて弾くようにしてください。はい、第2楽章は最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。第1楽章と比べて技術的に難しい部分は少ないんですけれども、弦楽器が比較的苦手としているこの S ドアで書かれていますので、ゆっくりした楽章なんですけれども、音程に気を配りながら練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。